なんかぼーっと眠たいあっちゃんです。はい、ということで、今日7月の2日かな、月曜日のあっちゃんの朝ごはん作っていきたいと思います。はい、はい、昨日の肉じゃがを潰します。肉じゃがをね、潰して、あ、もう、肉じゃがをね、ジュッと潰します。ちょっと潰して、でこれをパンの上に、あ、ちょっと待って、これにこそ持ってきたって、マヨ、マヨをね、ちょっとだけ。入れて、でマヨとあえてのせます。なんでマヨ入れるかっていうのはね、肉じゃがだけやとね、ちょっとね、甘ったるすぎんねん、パンには。だからマヨでちょっと酸味を入れてあげることで、ちょっとそこ軽減されてね、美味しくなるの。これは前にもやったことがあんねん。その時は鶏じゃなく牛肉やったけどね。ここにチーズ、よいしょ、チーズを、まあちょっと控えめに、控えめにチーズ、まあチーズたっぷりのした方が美味しいんだけどね。チーズ体に悪ないと思うんやけどね。ちょっとまあみんなが控えろっていう分ね、ちょっとだけ控えます。今チーズちょっとだけ控えめしようか。グラスにコーヒー、これね結構便利で楽よ。薄めるタイプのねカフェラテ、ミルクで薄めるだけ。はい、それで食べましょう。はい、できました。じゃ食べましょう。はい、では食べましょうか。はい、ではいただきます。今日はパジャマです。まだ、なぜでしょうか。それはね、今日はね、お気づきの方も何人かいてると思います。はい、お弁当がなかったんです。期末テスト今日からやってね。で、だから昨日夜テスト勉強してて、なっちゃんお風呂ライブ終わって、でそれから期末テストの勉強してたから、一緒にこの部屋で勉強してたんだよ。うん、で、なんちゅうの、テレビも見ながらね、やっとって。で、あれやっとったんよ。サッカーね。で、サッカー見て。で、その後、進撃の巨人やってた。NHK で。初めて進撃、いただきます。うん。すっごい美味しい。進撃の巨人が、あっちゃん初めて見んねん。劇場版。うん、なんか。最初の方からやっとってた。まだエレンが子供の頃、お母さんが食べられるところからやっとったから知らんかったよ。で、子供は何回か見たことあるんですけど、知らんねんやって。子供も、何やってんて、なんか絵のタッチが怖かったから見てなかったんちょっと、気持ち悪いと思って見ひんかったけど、面白いちょっとハマって見とってん。2時半ぐらいまでやってたから、それを見とって、でこんなん見とって、明日朝弁当作られへんしなーって、って言ったら、明日テストやから弁当ないでって、あらってそっかー言って、昼ぐらいはええんよ、昼までには帰ってこれるから、1時間かそんなしかないから、昼までには帰ってこれるから、
だから、弁当ええでって言って。僕ばっかり、昼食べんのって言ったら、うん、って言ったら、うん、って。今ね、だから、今日はゆっくり寝たよ。いつもより1時間寝た。寝たら2時半、3時前だ。面白いね、進撃の巨人ね。初めて見た。あと面白いっていう、みんな面白いって言ってるけど、あっち見たことなかったけど、面白いの分かったわ。劇場版後編は、来週か9日、9日、まあ、この日で8日の 夜中かかなんかやから、また見やなあかんなと思って、見れんとろかなと思って、みんなは好きなんけど、どこのチームの誰が誰なんかは正直ね、日本選手で本田圭佑が好きなだけで、あとは知らんねんその程度やからね。あっちゃんもサッカーとか見てなかったよ。昨日はね、あれやっとったの、昼間に。MFJ グランプリロードレースって、日本の、まあ言ったら、全日本やから、日本ではまあ、レーサーって言われてる人がね、レースってバイクのレース。もう、プロがいなくなってんのかな。レベルがね、世界レベルじゃなくなったから、ライブ見てて、あっちゃんそういうライブにはコメントしたりたまにするんだけど、今度コメントしたら、もう全日本から世界に羽ばたけるクラスじゃなくなったとか言ったね。で、いいバトルしてたん昨日。何やったっけな、何のクラスだったかな、教えたけど。最近、バイクレース見てないから、クラスが違うなんて分からへんねん。これで、若い子が、トップ走ってたけど、ここは40何歳の人。40、あっちゃん、年変わらへんの人。あっちゃん13歳や。そんな人がね、やっとって、最後、ラスト何週間ぐらいで抜き返して、トップで優勝したんで、悩むよ。バイクって結構体力使うし、ある程度の年になったらしんどいって言われてんねんけど、でも今その人が優勝できるってすごいなと思って、それも肩遅れのマシンで、去年のマシンで。みんながコメント欄で、あの人が勝てるっていうようではこの日本の世界はダメだとか回答してる、日本のレースからはダメだって回答してもらうんだけど、あっちゃんはやっぱ若い子元気な子出てくるのもいいんだけど、43歳になってね、ちっちゃい子供表彰で上がってた、孫なんか子供なんか知らんけど、こんなおっちゃんがね頑張ってんのすごいいいなぁ思って、あっちゃんそのおっちゃんを演奏って感動したよ、おっちゃんパワー、太郎さんって、太郎さん頑張れってコメントしてた時々だからレースドライブとか見てたら、あっちゃんコメントしてるから今入場かも、ルマン20から4時間もずっと見とって、ずっとっていうか途中飛ばして見とってんけど、ニアンと死んでもらうからね、なんかスーパー耐久の富士24時間見とって、でもちょっとコメントしとってあんまりね他の動画にコメントとかしたりせえへんだけど、ライブでね人
と交流したりするのが面白いからやったって。ライブも人のライブじゃ行かへんけど、レース中継とかね、うん、んなのたまに見に行くね。見かけたら声かけてくださいね。うん、だから今日ね、昨日、何やろ、何かの動画で言って、昨日かおとといか、何かの動画で言ってると思うけど、足のね、左足の小指と薬指、ボーンとつけたん、家具に。指がパーンって開いて、この間怪我したんや。痛いねん。ずっと右ばっかりで、左足怪我したわ。まあ、噛みくれてんねん。ヒリヒリすんねん。指の股のここの内側の皮がめくれてんねん。で、どんな足バーン開いてんのな。よう指折らなかったなと思って。まだ痛い。で、ライブなどここで寝たからかわからんけど、右の腰が痛い。ボロボロよ、体。まあね、テレビ、NHK の最中やったんだけど、菜箸の使い方でどうのこうの。ほんで、やっとったら、なんかアナウンサーが菜箸、菜箸って言ったら、イントネーションが違えて怒られたんで、菜箸ではありません。菜箸。イントネーションが違いますって、なんか指摘入っとって。みんな菜箸って言うけど、菜箸とちゃうらしいよ。菜箸。か、なんかそんなんらしい。でもイントネーションってそこ、地方地方で違うから、そこをね、言ってあげるのはどうかなと思うけど、まあ菜箸、菜箸。菜箸か、菜箸か、菜箸。菜箸じゃないらしいね。今私で聞かれとったけどね。どういうのよね。そういうのって自分の言いやすいイントネーションでええと思うね。まあ、NHK のアナウンサーさんやからね。標準。でも、標準に強制されて、菜箸って、ここ落とすって、関西弁っぽいのにね。関西は菜箸。関西中があっちゃんはね、あっちゃんのイントネーション結構標準語からずれてるの多いから、みんな違うとはよく言われるけど、イントネーションとか呼び方って人それぞれでと思うね。だからね、なんていうの、例えばさ、別になんていうのかな、勝手に名前つけたりもドライヤーのことさ、ドライヤーなんかでもドライヤーって言うけど、これ別に乾かし君でもええわけやし、ストレートアイロンなんかでもね、まっすぐちゃんとかでええと思うねん。で、自分で勝手に適当に名前つけてもいいし、それをどうのこうのって言うけど、自分で名前つけりゃいいわけよ。ってあっちゃん思う。ちょっとアホっぽいよね。なんか、言いやすければいいと思うね。あ、子供もね、あれ覚えてるのよ、今、元素記号。元素記号を多分、歌で覚えてるね。あっちゃんなんだけど、歌とまた違うね。今、なんか動画でやってて、水平リーベ、僕の船かな。七曲がるシップスクラークかとか言って、でもね、七曲がるって言いにくい。なんか、ナトリウム、マグネシウム、なんか言ってて、あるけど、ナトリウム、マグネシウム言ったら、生がるでいいのに、七曲がるって言ったら、なんか、長がもう一個あって分かりにくいとか、そういったもん、七曲がるで覚えたらいいよって言って。そんなん、教えてるやつを忠実に覚える必要ないって、自分で覚えやすかった、言いやすかった、それでいいんだよ。そうか。
結構その歌で元素業務で今回テスト出るらしいね。完璧と一回小テストあったらしいけど100点やったらしいね、うん、あの歌神やって言うとった先生がそれを見つけたらしくて、それも科学の先生じゃなくね、違う先生が家庭科かな、なんか違う学校の学科の先生が見つけて、で YouTube の動画を見たらいいよってみんな教えてくれてらして、でそれも途中いっぱいあるからつまんで編集してやったらいいって、で自分で編集してる子供が、でそれ友達に編集したやつを教えてあげて、ね、でこれ編集してこれで、ね、やってたわ、覚えたとか言って、うん、で先生にそんなそれを教えるから、うん、教えてもらって、みんなやっぱ覚えにくいとか言うから、で編集し直したら覚えやすいから言って、で自分でちょっと覚えたらしいね。で友達にそれをこうやって編集して自分で覚えやすくこねしたらええねんって教えたってんって言うから、教えたらみんな点数取るやん、ええやん別にみんな点数取ったから他で俺勝てるもんって笑ったけどどんだけ自信やって、そういう自信がなって身を滅ぼすんやで言うて、うん、いやそうやってみんなに教えたらそこ点数上がってくる分他で取らなあかんから頑張る気になれんねんって言うから、あ、ええー、心意気やん言って、かっこいいって言って、ちょっと惚れるわって言ったら気持ち悪い言われた、うん、でもそうやってね勉強の仕方って人それぞれ、何が正しいことはないね、自分が一番覚えやすいのがいいし、だからまあ漢字でも今うちの子漢字とか覚え系嫌いやね、で特に光が漢字嫌いやね、だから光に漢字の覚え方教えてて、漢字はとりあえず書けって、頭で覚えるんじゃなくて体で覚えろっつって、うん、だから1回書いて覚えたら1回でえって、10回書いて覚えたら10回書いてえって、10回で覚えられないで100回書いて、100回書いても覚えられないで1000回書いたいねって、1000回も書いてる間に勝手に手が覚えるわって言って話す、前にも動画で言ったと思うね、うん、でそれでいらん1000回もめんどくさいって言うから、1000回もめんどくさいやったら1回で覚えられるように、自分が1000回もかかんなんやったらもう5回ぐらい書いて覚えるぐらいの気持ちで覚えたらええねんって、要は人生手抜くことやねんって、だから1000回も書けって言われても何のために書くか、覚えるために書くねんって、じゃあ覚えられんやったら1回書いても、いや書かんでも見て覚えられたら見て覚えられる、じゃあそこで手抜くために覚えるっていう力を養ったらいいねんって、うんやるわ言うて、昨日一生懸命書いとったけどね、あっちゃん勉強の教え方ってあんま教えへんねんけど、やり方をちらっと教えて、あとはもう自分で考えなさいってタイプやから、そんなんやねんけど、うん、りょうは、ね、また歴史が嫌いやねん、で覚え系が嫌いやねん、なんか覚えんのってなんか嫌いやとか言ってせえへんねん、あっちゃんもそうやってなあって嫌いやってんけど、でヘタリア見てね世界の歴史を覚えて、でそれとリンクさせるから世界しか面白くなってきたらしい、ね、もう神聖ローマとかが出てきて、神聖ローマがイタリアのイタリア戦争の時にイタリアが負けかけた時に神聖ローマが手助けして、で何ていうかな国を守ったとか、その話がすごい好きで、それがヘタリアのね神聖ローマ君って可愛い子ね、ちっちゃいキャラクターが来んねん、イタリアが子供のチビタリアちゃんです、女の子みたいな男の子なんだけど、メイド服着てね、それが頭の中に出てくるらしい、ね、うん、で神聖ローマがイタリアを追っかけてんだけど、イタリアは、うん、神聖ローマに入らへんみたいな、そんなストーリーやねんけど、それが思い出すねって、そういうアニメのストーリーがそのまんま歴史にリンクするからめっちゃおもろいって言って、今なんか世界史が面白くなってきたらしいね、今回世界史取れるかもわからんなとか言ってたうん、今度またね日本史も覚えさすのにね、ちょっと歴史を触れさそうかなと思って、なんか戦国時代で信長競争曲とあれも見とって、でちょっとね戦国時代は興味持ってるみたいで、うん、小栗旬が出てくるみたいな、うん、なんとかね、うん、山田高雄やったっけ、義彦が出てくるらしいわ徳川家康がおもらしすんね、浜田学園そんなんが出ていいね、うん、またでも歴史そこまで行ってないね、うん、だからね、まだもうちょっと手前上だかな、うん、なんかその辺りやったら、うん、面白いでーって言ってた
そうやってね、なんでもええねんけど、違うとこからそうやって歴史をね、興味持ってもうたりし、チリなんかでもそうやねん。あっちゃんイタリアが好き、フランスが好き、スペインが好き、ね、そういうヨーロッパが好き。だからヨーロッパからこうチリをね、覚え出して、どこ、だからイタリアの上側にドイツがあって、そのちょっと横丁にね、フランスがあって、フランスとイタリアの間にこう山脈があるところにスイスがあってみたいな、そういう地理でこう覚えていく。でイタリア人ってフェラーリとかランボルギーニとかね、ああいうのに屋根の上にスキーの板つけてビャーっていくねんね。バカでしょ。でもなんでかって言ったら、国境ぐらいまで行くと電車っていうかケーブルかなんかの駅があるらしいね。そこの駐車場まで雪もなんもないんで、そこ で車を置いて、で、その、ね、山岳鉄道に乗ったら、スキーができるね。だから、スーパーカーにスキーの板を背負っていくらしいね。いや、そういうのも好きで。そんなんで地理覚えたりね。そういう変なところで。うん、W7、007の映画で昔ね、ロシアから愛を込めてやったかな。なんかそんな映画で、ロータスエスプリって二人乗りのスーパーカーがあるんだけど、それの背中にスキーの板背負って、走るシーンがあってね、もうそんなもんもいいですけど、要は映画とかね、そんなもん好きやったりね、映画から歴史にリンクさせて好きになったりもするので、そんなね、覚え方すると歴史的なものが面白くなっちゃったりするんでね、面白かった、まあそんなこんなで、ね、で昨日この前もね、土曜日か、オートマタっていう映画見とって、これ、今で言うね、人工知能 AI、アンドロイドが、アンドロイドがなんか賢くなって、今最近都市伝説でもよう言われてる、アンドロイドが賢くなって、で、その、アンドロイドが自分の知能を持ち出して人間には逆らわないっていうプログラムされてるのに、そのプログラムのバグなのか、誰かが改造したのか、何かそんなんで、ね、なんていうのかな、エラーを起こすね。でエラーを起こして、アンドロイド同士がアンドロイドを改造するようになって、でアンドロイドの国を作ろうって、人間はもう滅びるけど、アンドロイドは滅び品みたいな感じのストーリーで、ね、これ以上はもう言いません。また自分で見てください。オートマタ結構面白かった、あっちゃんの好きな映画でした。はい、まあ、そんな感じでね、もうちょっと古いで、多分 3,4 年ぐらい前の映画やねんけど、Amazon プライムで無料で今あるんで、で、まあ多分レンタル入れても今もう旧作で100円ぐらいで見れると思うんでね、ぜひオートマタっていう映画見てみてください。面白い。で今のデトロイトっていうゲームあんねんけど、それもアンドロイドがね暴走を起こすっていう、ね、意思を持つっていうゲームやねんけど、よう似た感じ、全く違うんだけどね、よう似た感じのあれで、アンドロイドがね、そのなんていうの、なんていうのかな、そうなる、人間を裏切るっていう世界が来るってもう今言われてるけども、ほんまにそういう映画っていうのもこれから出てくるそういうことに対する伏線なんかなみたいな、まあ、そうやって考えると面白いような怖いようなね感じやねんけど、はい、行きましょう。アレクサ、明日は何の日？1912年7月3日に大阪市に初代の通天閣が完成しました。パリのエッフェル塔をモデルに建てられ、高さ75メートルのタワーは夜にはイルミネーションが点灯されました。第二次世界大戦中に金属回収のために撤去されましたが、1956年に通天閣は再建されて現在に至っています。で通天閣の初代、もう今は亡き通天閣ね、元ルナパークって言って、 あそこね、新世界あたりのところはなんかテーマパークやったみたいなね。そこのところでルナパークっていうところ のメインタワーとして作られたよね。ちょっとあちゃん好きでこれ調べたしか行って、まあ書いたんだけどね、見てきた歴史館で見てきたんけど、受け売りやねんけどね、エッフェル塔、パリのエッフェル塔がね、すごいなっていうことで、でパリの、あそこ、凱旋門、シャンゼリゼ通りのところかな、ちゃうわ、何でもいいや、要はパリの中心から凱旋門から道路がこう放射線状に道路が広がってんねんね。そこの中に凱旋門があるんだけど、その凱旋門の上にエッフェル塔を乗っけたみたいな形、もうパリ総取り、まあ、大阪人の考えそうなことやねんけどでそういうのを作って、今ここに
ミキちゃんとの写真があるね、凱旋門とエッフェル塔のね、その、まあ、凱旋門の上にエッフェル塔乗っけたみたいなのが初代の通天閣やったらしくてね。で今新世界とか見てもらったらね、新世界の地図 Google のマップとか見てもらえると思うんだけど、こう放射線上に広がってる新世界ね、あれも多分パリのこの街イメージしてるんちゃうかなってあっちゃ思うんだけど、あそこがね、で戦争の時に鉄不足で取られたとかで、昭和になってからね火事にも出ねんね、2代目かな、なんか吉本が買って、吉本がね、通天閣を買い取って、でそれを復元させたらしいねんけども、またそれが燃えて、火事で燃え、戦争の時かなんかで火事で燃えて、で1950何年に今のエッフェル塔を再建したらしい、エッフェル塔は今の通天閣を作ったらしい、全く別の形してんだけどね、うん、それが、初代が作られたのが、今じゃあ今日この動画がある今日、7月の3日らしいです。はい、そういうこと。今ちょうどテレビにね、今ヨーイドンやってね、次回も結構遅いね、10時やね今ね。それにね、ヨーイドンって関西ローカルやけど、ファックスの横に通天閣のなんか模型置いてあるわすごいタイムリー。こんなこんなでね、まあ、ちょっとね大阪行く時通天閣行きたいな思うね、長らく行ってないよね。子供がちっちゃい時連れて行ったことはあんねん。で、ミキちゃんと二人でも行ったことはあんねん。何回か行ったことはあんねんけどね。ね、また行きたいなと思うんだけどね。ちょっと一人で見るのもあれやしなと。で、また誰か誘って、とか、視聴者さんとね、一緒に行きましょうか、みたいな感じで今度行こうかなと思ったりもしてんねんけどもね。ね、あんまりあっちゃんね、新世界とか行ったことない。子供の頃、お父ちゃんに連れて行ってもらってね、串カツとか、スマートボールの店とかあるのは覚えてて行ったことがあって、大人になってからも何回か行ったことはあんねんけど。でそんなこんなでね、長らく行ってないねんけども、ね、楽しい街らしいねんけど、なんか怖いっていうイメージが強くて、怖いね、ほんまジャリンコチェの鉄みたいなおっさんとかおじいがいっぱいおるやん。なんかようわからん、酔っ払ってうえー言うて道で寝とるようなおっさんとか、大声を出すおっさんとかおったやん昔。だから怖かって、そんなイメージしかなかったんやけどね。まあだいぶかなりもう観光地化されて綺麗になって、そういうね、まあおっさんおるらしいけども、あんまり絡んだりはせえへんらしいねんけど、ほんまか知らんけどでも行けるよってみんな言ってくれんねんけどね。まあイメージ的にそういうのがなかなか行かれへん。いつか行きたいな思ってんねんけど、またあっちゃんと一緒に行く人おったらごめんなさいはい、いつになるか分からんね、まだ言ってもすぐすぐちゃうで、そう、まあ、そんなこんなんでね、なんだ、今日は通天閣が、初代通天閣ができた日らしいです。はい、ということでね、何のこっちゃ何の話をしても分からんけど、左足が痛いしね、ちょっとね、まあ、10時ぐらいやけどね、今日もテストで昼前に子供も帰ってくるしね、朝からちょっと動画パパッと撮って、今日のあっちゃんの動きしたいと思います。その前にお着替えします。はい、では見たね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったよと思ってくれたら高評価、ね、肉じゃがのリメイクトーストね、よかったよと思ってくれたら高評価を、また応援コメントとかね、あと、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。はい、ということで今週もいい週で、今日も一日いい日でありますように。では。